モスラ対ゴジラ、モスラ対ゴジラ、モスラ対ゴジラは1964年、昭和39年4月29日に公開された日本映画、ゴジラシリーズの第4作であり、モスラの続編でもある。制作、配給は東方。カラー、東方スコープ。上映時間は89分。平映は、アリジゴク作戦。 初回興行時の観客動員数は351万人。登場怪獣はゴジラ、モスラ、幼虫、成虫。タイトルの通り、モスラとゴジラの戦いを初めて描いた作品。本作でのゴジラはモスラに対する悪役であり、昭和シリーズで唯一、怪獣同士の戦いにおける黒星を喫している。本作の公開された1964年には、 宇宙大怪獣どごら、三大怪獣地球最大の決戦と怪獣映画が三本公開されており、後の第一次怪獣ブームの土台を築いたとされる。主要襲撃地点は名古屋、一見単純な娯楽作品の体裁を取りつつも、観光開発ブーム、背後の工業史による暗躍、新聞の第三権力化など、さりげなく当時の世相への批判が盛り込まれている。 1972年頃には、モスラとゴジラエビラモスラ南海の大決闘を編集した8ミリ映画と、そのシートとセットの絵本、モスラアタック東京が発売されており、本作の国内版 DVD の特典に収録されている。巨大台風8号が日本を通過した翌日、毎朝新聞の記者である坂井と助手の純子は、高潮の被害を受けた。 倉田浜観宅地で虹色に光る肉片のような物体を見つける。一方、西の裏の海岸には巨大な卵が漂着する。ハッピー工業者の熊山は、漁民から卵を買い取り、西の裏の海岸に孵化施設を兼ねた、レジャーランド、西の裏ハッピーセンターの建設を始める。三浦博士と、井らは巨大な卵を調査するが、彼らの目の前に小美人が現れる。 小美人によると、巨大な卵は、インハント島に唯一残っていた、モスラの卵で、卵を失った島の人々は、悲しんでいるという。堺たちは卵を返還する、よう抗議活動を始めるが、熊山はそれに応じないどころか、小美人まで売るように言い放つ。実は、大工業士、虎、旗次郎が、熊山の後ろ盾となっており、抗議活動は頓挫する。 落胆した、小美人は、インハント島に帰ってしまう。そんな折、堺と純子は三浦に呼び出され、放射能洗浄を受ける。倉田浜で見つけた物体から、放射能が検出されたのだ。堺たちは調査のために、倉田浜観宅地へ赴くが、その眼前で、ゴジラが出現し、四日市のコンビナート地帯と名古屋市を蹂躙する。堺たちは、インハント島に飛び、 原住民たちに、モスラの力を借りたいと懇願するが、悪魔の人呼ぶ、各実験によって島を荒らされ、モスラの卵の返還をも拒まれた、原住民たちと小美人は、激しい人間不信を抱いていた。しかし、堺たちの必死の訴えを聞き入れたモスラは、寿命が近づく見ようして、日本へ飛び立つ。ゴジラは、金銭トラブルから熊山を射殺してしまった虎畑が、 滞在するホテルを破壊し、虎畑もその際に逃げ遅れて落命する。ゴジラがモスラの卵がある生の裏に迫ったところへ、モスラが飛来し、寿命と引き換えの武器である、毒ンプンをも用いた戦いを繰り広げるが、ゴジラへの決定的なダメージとはならず、モスラは最後の力で卵をかばうように着地し、絶命してしまう。モスラに勝利したゴジラに対し、 自衛隊は3000万ボルトに達する放電作戦で挑む。ゴジラはすさまじい電圧にもがき苦しむが、装置は限界を超えた放電を強行したために故障してしまった上、ゴジラの反撃によって特車隊も壊滅させられる。無敵となったゴジラが小学校の教師と生徒たちが残された岩島に迫り、小美人が祈りの歌を歌う中、モスラの卵が孵化し始める。 孵化した双子の幼虫モーセラは岩島に向かい、ゴジラに糸を吹きつけて、動きを封じ、撃退する。間もなく、無事に教師と生徒たちを救出した、堺たちは、インファント島に帰っていく幼虫たちと小美人を、見送りながら、人間不信のない社会を作ることを決意するのだった。1964年5月、ヘンリー・ G サパースタインが、本作のアメリカ合衆国における、 配給権を取得し、アメリカンインターナショナルピクチャーズが配給を担当した。当初の海外版ではタイトルで、モスラがシークレット扱いとされ、ゴジラ VS ザシングとなっていた。セリフはすべて英語に吹き替えられており、田崎純と藤木優の卵も逃げたのか。いえ、卵には足がありませんからというやりとりは、はからずも、エッグ・卵とレック。 足をかけた車落になっている。名古屋に現れたゴジラが、名古屋城を破壊して海へ向かうカットの後、国連派遣の新鋭艦隊、アメリカ第7艦隊と紹介する説もあるが誤りが、出動し、浜辺を歩くゴジラに対して、ミサイル攻撃を行なシーンがある。海外版の完成フィルムでは、このミサイルは、国連大使のセリフで、高性能誘導弾フロンティアミサイルと説明されている。 また、ミサイル艦対抗尾で風に歯ためくアメリカの正常機がアップになるカットがある。ロケーションは静岡県浜松の中田東砂丘で疑似夜景処理を施してオープン撮影で行われた。国内版予告にはこの浜辺を歩くゴジラの映像がある。当初、このシーンは海外向けの追加シーンとされていたが、実際には決定台本にも存在しており、ロリシカ国の新兵器。 誘導弾フロンティアと紹介されている。1990年代半ばにはこの海外版と日本版をセットにした LD が発売され、2008年1月には5枚、組 DVD ボックス、ゴジラ DVD コレクションアイの特典ディスクとして DVD 化された。ゴジラが名古屋城を破壊するシーンは、特撮カメラマンの有川貞正によると、撮影中に、 中島が点灯して城を破壊してしまったが、予算とスケジュールの両面から取り直しは不可能だったため、編集で処理したという。東方のビデオ、特撮未使用フィルム大全集には、ゴジラが名古屋城を壊そうとするも模型が頑丈すぎて模型が壊れなかった映像が収録されている。なお、名古屋の中心部に現れたゴジラは、まず名古屋城の南東方向に位置する、 テレビ等を倒壊させるが、名古屋城には、城の北西方向から近づいている。東方公式サイトのムービーデータベースによる。東方公式サイトのムービーデータベースによる。映画クレジット順、久松文雄作画により、冒険王1964年5月号別冊付録に、掲載。ウルトラマンサーが、2012年公開でゴメスが、市中から現れるシーンは、本作で、 ゴジラが倉田浜監督地から出現するシーンへのオマージュであり、これはもともとゴメスがゴジラの着ぐるみの改造であることを意識した演出である。シャルウィーダンス ?1996 年公開や、それでも僕はやってない2007年公開のスを、正さゆ監督は初めてハマったポップカルチャーとして本作を挙げている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。